通常技のリーチが長いんでね、ユリアンの良さがちょっと消えるところあるですね。さあジャンプ中盤トイク、なるほど、シャーガー中盤、そうですね、これが割と中足の外から蹴れるというか殴れるんでね。さあ上松さんは中間距離をずっとキープして、さあよ、なるほど、歩いてきたところに ESL をやると誘い戦法みたいな感じですね。結構ねこれやっぱユリアン側にゲージ溜めさせたくないから、アレク側が攻める組み合わせだとは思うんですけど、なんとなくユリアンが嫌な距離を保ってるんですかね。さあ垂直コパン反応が早い、ヘッドからさ、これがねアレクはクイック取って、もおっとブロリー読みで投げていたが投げ返して中継確認レイド、うまいっすね。やっぱ試合巧者な感じしますね。誘ってイエスエルボーでみたいなと思ったら急に飛んでくる。なんかねやっぱジャッキャラは飛びが強いっていうのがねずっと飛んでますね上松さん。さあハイジャン目視して飛んで、ジャンプコパンはブロった時の関係が難しい。さあコパンレイドか、さあ繋がらない、最大、さあはめていく、さあ先ほどの読みたいとどうなる。さあ普通にリープ重ねて、さあガチレスしていく、さあ分割中盤タックル、おっとなんかずれたわ、なんだ今の、なんか立ち台系かなんかでずらしたっぽいですね、なんだろう。さあ攻めてこないなら別に貯めるぞと、まあ一応前ブロ仕込んでるっぽいですね。まさかの ESL も送られたくない。さあただゲージを貯めて得するのはユリアンの、そうヘッド体育おしゃれ。さあファイナルラウンド、さあおもむろにいきなりダッシュ投げ今までの動きと全然違う。さあ垂直と前ジャンプを駆使して、さあ透かして、なるほどタックルを透かす意味合いもあると。さあなんか遠距離戦だけで試合が終わるのか。さあこっからがユリアンの見せ所、ナイスガード飛ばない。さあこれ食らって、ただアレクの体力だと、あっとミスった、珍しい。さあエイジス、さあ裏投げ決まって、エイジスをどっかで貯めていきたい。わあ隠ってんのか、素晴らしい。